さん約束です。もう一回言いますよ、選挙区で絶対に自民党に入れない、そして立憲民主党の候補に入れる、立憲がいなかったら無所属で、あとは社民党の皆さん、共産党の皆さんいますから、野党の議席を1議席でも増やせば県民投票も実現するし、様々なことができます。どうぞ皆さん、私たちに力を貸してください。